皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はビーレジェンドおしるこ、こちらの、ね、レビューをやっていきたいと思います。ビーレジェンドのね、冬の風物詩となっているこちら、ビーレジェンドおしるこ風味。もう毎回ね、早期完売してしまう大人気商品なんですけれども、もうね、ご存知の方はたくさんおられるかと思いますが、まあ、早速ね、飲んでどんな味かレビューしていきたいと思います。ビーレジェンドおしるこ風味をご購入いただくと、こちらのね、チュースプーンですね。こちらがね、付属してまいります。こちらのね、チュースプーンに対して、まあ、すり切り4杯を目安に入れて、120ミリから150ミリのお湯を注いで、ゆっくりかき混ぜてくださいっていう形になっておりますんで、こちらのチュースプーンすくって、4杯、こちらのね、お椀に入れていきたいと思います。非常にね、いいあんこの香りですよね。パウダーは、こんな感じですね。こちらのね、おしるこ風味はおしるこのね、色に近い小豆のような綺麗な色ですね。で、こちらのチュースプーンにすり切って4杯こちらのね、お椀に入れていきます。お椀に入れた4杯に上からお湯をね、120ミリから150ミリ入れていきたいと思います。うん、綺麗に溶けましたね。本当にね、甘くて、おしるこの本当にいい香りがしております。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。本当にね、香りは非常に美味しそうなおしるこですね。うん。あ、熱いけど美味しいですね。うん。はい、あのお餅入れて食べたいっすね、僕。うまいわ、激うま。やっぱり本当に寒くなってきてるんで、朝からでちょっと冷たいプロテイン飲むのがね、非常にちょっと億劫な時があります。まあ、そういった時にね、こういうあったかいおしるこのね、プロテイン飲めればね、非常に朝から元気がね、出るんじゃないかと思います。お餅入れて食いたい。はあ、ごちそうさまです。どういうね、味に近いかって言われると、缶で飲むおしるこ。自動販売機で売ってるね、こう缶のおしるこがあるじゃないですか。本当にね、それと遜色ないぐらい、おしるこのね、味をね、再現できてるんじゃないかと思います。それでいてね、もうしっかりね、タンパク質もね、20g しっかり取れてますんでね、非常にね、おすすめになります。で、こちらのね、ビーレジェンドおしるこ風味の味をね、星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しまして星5となります。おしるこのね、あの甘い美味しい感じをね、見事に、ね、再現できていたんではないでしょうか。酸味、すっきりに関しましてはもうほとんどね、感じませんでしたので星0となります。クリーミーに関しまして星3となります。おしるこのね、とろーりとしたね、濃厚な感じ、見事にね、再現できていたかと思います。甘みが星5、酸味すっきりに関しましては星0、クリーミーに関しましては星3となります。ぜひね、商品お選びの際の参考にしていただければと思います。で、こちらのね、栄養成分表示、1食 30g あたりですね、エネルギーが 118.9kcal、 タンパク質が 20.8g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 5.4g、 食塩相当量 0.4g となります。毎年ね、もう早期完売する大人気商品っていう形で、今年はね、多くの方にね、飲んでいただきたいっていう一心で、いつもよりね、多くの数をご用意しておりますが、それがね、どれぐらい持つかとかもわかりませんのでね、ぜひお早めにね、お買い求めください。まあ、商品詳細につきましては、こちらのね、動画のね、概要欄の方にね、貼り付けておきますんで、そちらからね、商品ページに飛んでご確認ください。それではね、またね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。